ニック・リマンドは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、モントクレア出身の元プロサッカー選手。現役時代のポジションは GK。カリフォルニア州、モントクレアにて、フィリピン系の父とメキシコ系の母との間に生まれた。地元高校卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校に進学。同校のサッカー部には後に代表でも、チームメイトとなるカルロス・ボカネグラ。 ジミー・コンラットラも在籍していた。1997年には NCWA 男子ディビジョンアイサッカーチャンピオンシップ優勝を達成した。2000年の MLS スーパードラフトで3巡目にマイアミフュージョンに指名された。加入後すぐにレギュラーをつかみ、2001年にはサポーターズシールドを獲得した。2001年シーズン終了後、 マイアミフュージョンの活動停止に伴う配属ドラフトで DC ユナイテッドに指名された。加入2シーズンにわたってレギュラーを務め2004年シーズンはトロイ・パーキンスの加入により一時ポジションを失ったが2005年シーズンはレギュラーをダッシュ。しかし2006年シーズンは再度パーキンスにポジションを明け渡した。2006年12月11日、チームメイトのフレディ・アルと共に レアルソルトレークに移籍。2月9日、ニューヨークレッドブルズにトレードされたが、スコット・ガーリックの引退に伴い2月23日にソルトレークに復帰。2007年シーズンは低調なチームの中にあって、古軍奮闘し、27試合で146セーブを記録した。この活躍からシーズンのチーム MVP に選ばれた。2009年のウェスタンカンファレンス決勝。 シカゴファイアー戦では PK 戦においてサンドストップ、勝利に大きく貢献した。MLS カップ決勝でもロサンゼルスギャラクシーを下し優勝、自身は大会 MVP に選ばれた。2010年シーズンは無失点14試合と568分間、無失点のクラブレコードを達成したが、MLS 最優秀 GK には選ばれなかった。 2013年3月3日のサンノゼアースクエイクス1000で MLS 史上2人目となる100試合無失点を達成。2019年3月2019年シーズン限りでの現役引退を発表。1999年4月ナイジェリアで開催された 1999FIFA ワールドユース選手権に参加した。2002年11月17日。 エルサルバドル戦でフル代表デビュー。ただし、この後は2009年に7年ぶりに招集されるまで長期にわたって代表から遠ざかった。2010フィーファワールドカップでは大会直前のトレーニングに参加したが登録メンバーからは漏れた。ほとんどの期間ティムハワードの控えに置かれたが2013コンカカーフゴールドカップでは第1キーパーを務めた。 2014 FIFA ワールドカップではメンバー入りしたが1分もプレーせず大会を終えた。ありがとうございます。